はお忙しい中、市政10周年プレイベント掛川市まちづくりシンポジウムにご出席いただきまして誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます掛川市企画調整課本庄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず主催者挨拶といたしまして、はじめに掛川市長松井三郎よりご挨拶申し上げます。改めまして皆さんこんにちは。大変たくさんの方が、掛川市まちづくりシンポジウム、ご参加をいただきまして本当に嬉しく思います。また、感謝を申し上げたいと思います。このシンポジウムは合併をして10年が経過をする、そのプレイベントとして開催をいたします。掛川市の行政のいろんな取り組みに対するアドバイスをしていただく方が6人全員今日はお越しをいただいております。多分こんな忙しいいろんな方が一堂に会するということはこれからも多分ないのではないかなというふうに思っております。それほど、アドバイザーの皆さんには感謝をしなければいけないとこう思っております。ありがとうございます。今日のテーマは共同のまちづくりの先に見えるもの、まあ、その前に、ひづめ先生の方から人口減少社会の現状と今後の共同についてということで講演をいただきパネルディスカッションを実施をしていただきます。今掛川市が抱えているあるいは全基礎自治体が最重要課題として考えなければいけない、これは人口問題であります。いろんな数値が発表されております。2040年には掛川市の人口が9万5000人ぐらいになるだろう。それから5月の連休の後に発表された日本創生会議の発表によりますと20歳から39歳女性、これは子どもを産んでいただく女性の人口が35-36% 減るだろうと、これが 50% 減る基礎自治体をこの創生会議では消滅可能性とし、静岡県の中にも4市7つの町が名指しをされております。首長さぞびっくりしたことだと。で掛川市も35-36% でありますけれども大変なショックを受けた数値であります。これから掛川市が持続発展できるそういう町に大津丸の皆さんともども進めていただけならないと、まあ、こういう時に掛川市ではすでに共同の町づくりこれを進めていこうと、昨年の4月1日に掛川市自治基本条例を制定をいたしました。これは理念を定める条例であります。市民、企業、議会行政、これが一体となって将来の素晴らしい希望が見える、誰も住みたくなる掛川を実現していこう、
こういう基本条例を定めたところであります。そして具体的にはこの10月から施行されます住民投票条例、これは市民の皆さんがある意味ではこれからの市のまちづくり、これに参加をする、そういう手段の一つ、手法の一つとして住民投票条例が議会の皆さんの全会一致で成立をし、10月1日から施行をされます。さらには今共同のまちづくりの具体的な取り組み、このルール仕組み等々について検討をしているところであります。いずれにしろこれからのまちづくりを市民の皆さんと行政、議会、企業一体となって取り組んでいる、それほどいろんな課題は多いし、このハードルは高い、少子化問題、高齢者問題、これからの人口減少の時に社会保障制度は少なくとも一人の高齢者を4人が支える、こういう状況でなければ社会保障制度はなかなか成り立っていかない、まあ、そういう対策もこれから必要、それと同時に掛川に住みたい、そういう魅力をどう出していくのか、どう対策として施策として出していくのか、現在掛川市においては少し期限を前倒しをして総合計画を作っていこうということで取り組みを進めております。そのいろんな意見についても今日ご参加いただける政策アドバイザーの皆さんに意見を聞きながら、とりわけ今文化振興計画等と文化の面についても掛川市はしっかりした位置づくりをして、遠くからあるいはよそから住んでも満足できる、そういう状況を作り出している。いろんな課題があります、いろんな課題がありますが、重ねてお集まりの皆さんと一緒になって希望が見える、誰もが住みたくなる町掛川を作っていきたいというふうに思います。今日はそういう意味では、パネルディスカッション等々で、共同の町づくりの先に見えるものと題して掛川市の未来を語っていただくことになっております。本日の、シンポジウム、実りあるものに、なり、市民の皆さんからもまたいろんな意見が出されますことを心から、期待を申し上げまして、開会にあたって、の、挨拶といたします。遅れましたけれども、この開催は区長会連合会と共同で共催をしているということでありますので、この後区長会連合会の中村さんからもご挨拶があります。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いて掛川市区長会連合会会長中村隆也様よりご挨拶申し上げます。よろしくお願い申し上げます。皆さん改めてこんにちは。例年ですと自治区役員研修会は区長会連合会ですね、主催で実施をしておりました。今年はそこに掲載されておりますけれども、市政10周年記念プレイベント掛川市まちづくりシンポジウムとして市と合同で開催をすることになりました。皆様方には
お忙しいところ多数ご参加いただきまして誠にありがとうございます。また本日ご講演いただく静岡大学の日詰先生並びにパネルディスカッションをしてくださる掛川市政策アドバイザーの諸先生方におかれましてはお忙しい中遠慮をいただきまして誠にありがとうございます。さて一市二町が合併し海と山と街道がつながって来年4月で満10周年の節目を迎えることになります。合併前と後で何がどう変わったのかそれぞれに思いはあると思いますが2期目の任期中間点を迎えてこの間松井市長は掛川市の置かれた客観的に厳しい財政状況の中でかなり積極的に市政運営をされてきたと思います。その出来栄えは今後掛川市の歴史の的評価の中で、示されるものと思っております。先ほど市長からもありましたけれども掛川市は昨年少子高齢化に伴う人口減少による税の大幅減収や社会保障費の増大による税の負担増加えて経済社会環境の変化による市民ニーズの多様化複雑化に連動した地方分権の流れに対応するため将来を見据え市民自らの意思で町づくりに参加し市民と市とともにみんなで支え合う市民主体の新しい公共社会への道すべとなる掛川市自治基本条例を制定をいたしました。基本条例において自治区は住民による地域自治活動の根幹を担う基礎的組織と位置づけられさらに地区は町づくり計画を策定して公共的課題の解決を図るとともに市と連携を図りながら町づくりを総合的に推進することが明記されております。端的に申し上げれば地域における課題は地域のことを一番よく知っているそこで暮らす住民自らが見出しその解決策を地域が主体的に考え市と共同して課題解決を図っていくそのような真の意味での地域の自立を見据えた住民自治の確立に向けた取り組みを進めていく必要があります。ご案内のとおり現在基本条例を具体的に進めるための地域における共同の仕組み等を規定したまちづくり共同推進条例を策定中でありますがその重要な柱の一つは地区まちづくり協議会の組織化であります。すでに各地区におかれましては平成28年度の全地区一斉スタートに向け組織化への取り組みを進められていることと思います。去る6月15日には西山地区が先陣を切って協議会をスタートさせました。また組織化の先導的役割を担う3つのモデル地区が南郷地区、西山口地区、大渕地区に決まりました。各地区における組織化の参考、見本的な存在となるよう事務局と進めてまいりますのでぜひ注視をしていただきご活用いただければと思います。もとより区長会といたしましても地区まちづくり協議会の組織化にあたりましては地区内の諸団体、組織、企業、NPO との連携を図りながら地区区長会がイニシアチブを取り進めることを確認をしております。いずれにいたしましてもこれまでの地域におけるコミュニティ活動とりわけ自治会活動の歴史に新たな1ページを記すことになる極めて重要な意義ある取り組みでありますので不退転の決意を持ってお取り組みいただきますようお願いを申し上げます。本日はこの後掛川市の自治基本条例制定当初から市民委員会の座長として深く関わってこられました共同のまちづくりのスペシャリストで静岡大学教授の日詰和之先生から現下の社会情勢を踏まえ
共同のまちづくりの今後の方向性についてご講演をいただきます。さらにその後、掛川市政策アドバイザーの諸先生方による共同のまちづくりの先に見えるものをテーマとするパネルディスカッションが行われます。私たちが進めようとしている共同のまちづくりの先に希望の持てるバラ色の世界があるのか、はたまた厳しい現実が待ち構えているのか、思いはつきませんが、根川区が松井市長が提唱する希望の見える町、明るい未来へつながる展望の方向性が示されることを期待しつつ、ディスカッションを拝聴させていただきたいと存じます。結びに、本庁の講演とパネルディスカッションが、皆様が今進めている町づくり協議会の組織化への大きな一助とならんことを願って挨拶といたします。よろしくお願いいたします。中村様、ありがとうございました。それではここで本日のスケジュールをご案内いたします。この後、第1部として静岡大学人文社会科学部教授の日詰和幸様より、人口減少社会の現状と今後の共同についてと題した講演をしていただきます。第2部は引き続き日詰様にコーディネーターを務めていただくパネルディスカッションを行い、終了予定